ボルゲーゼ美術館はローマにある美術館。イタリアルネサンス及びバロック美術を中心としたボルゲーゼコレクションを所蔵することで知られる。英語ではボルゲーゼギャラリーもしくはイタリア語に準じてガルレリア、ボルゲーゼなどと呼ばれる。ローマ市内広大なボルゲーゼ公園の一角にあるこの美術館にはボルゲーゼ家歴代の美術コレクションが展示されている。ボルゲーゼ家は シエナ出身の貴族で教皇パウルス5世を出した名門である。美術館の建物はシピオーネ・ボルゲーゼが夏の別荘として建てたもので1613年頃着工。完成は1616 16年。設計者はオランダ人のヤンファン三点である。シピオーネ・ボルゲーゼは数奇鏡であり当時の芸術家に多くの作品を注文したパトロンでもあった。 建物の完成から約2世紀を経た19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトが、ボルゲーゼ家の多くの美術品をフランスに持ち出し、ルーブル美術館に移してしまうという事件があった。こうした事件を経ても、なお、当館には、ルネサンス・バロック期のイタリア美術の有品が数多く伝えられている。イタリアの国立美術館として公開されるようになるのは1903年のことである。 1>, 1階には彫刻、2階には絵画を展示する。ありがとうございます。